ロベルト・ミゲル・アクーニャ・カベージョは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、アベジャネーダ出身の元サッカー選手、パラグアイ代表である、ポジションはミッドフィールダー。幼少時代に、アルゼンチンからパラグアイに移住した。1989年にクラブナショナルで、デビューすると、その後、アクーニャは4シーズンの間アルゼンチンの AAA、アルヘンティノス・ジュニアーズ、ボカ・ジュニアーズ、 CA インデペンディエンテでプレーした。1997年に欧州に渡り、スペインのレアルサラゴサと契約した。ルイス・アラゴネス監督の下、2001年にコパデルレイを制覇した。リーグ戦だけで5シーズンで20得点を記録した。2001年にはパラグアイ最優秀選手賞を受賞した。リーガーエスパニョーラでプレーする南米最優秀選手にも選ばれた。 レアルサラゴサでの活躍により、デポルティーボ・ラ・コルーニャが関心を示し、2002年7月10日に1100万ユーロの5年契約で移籍した。レアルサラゴサ時代の5試合のサスペンションが残っていた。しかしデポルティーボでは1シーズンに7試合出場したのが最多だった。怪我に悩まされ、2003から04シーズンは、 エルチェ CF に2004年にはアラブ首長国連邦のアルアイン FC にレンタル移籍した。2007年オリンピア・スンシオンでプレーした後に現役引退を表明したが2009年にクラブルビオニュで現役復帰を果たした。プロデビューから5年後にはパラグアイ市民権を取得してパラグアイ代表でプレーすることを決意した。ディフェンダーのカルロス・がマーラと同じように サンドの FIFA フフワールドカップに出場した。パラグアイ代表としては1998年から3大会連続で FIFA フフワールドカップ出場し、通算で97試合の代表戦に出場した。これはカルロス・ガマーラに次ぐ歴代2位の記録である。2002年の日韓ワールドカップベスト16のドイツ戦ではロスタイムにミヒャエル・バラックに肘打ちした。ありがとうございます。